スレイヤーズロイヤル2、98年角川書店エンターテインメントソフトウェアパブリッシング、どうもアラヤンです。さあ、また塔の最上階のガーディアンとの戦いからですね。まずはガウリーがこの手前のやつをぶっ飛ばしましょう。はいよ、終わりかな。ラークがね、微妙に強い魔法を覚えてないんだよな。どうしようかな、フェルザレードとか使ったらリナに当たっちゃいそうだから、エルメキアフレイムでまっすぐ一直線に魔法、それからリナは黒魔法で攻撃したいよね。ドラグスレイブがちょうどいい感じにはまるんじゃないの。使えないか。だったらダイナストブラスで目の前のやつを倒しましょうか。ダイナストブラス行ってこい。こいつは倒しただろう。かわせよ、かわすんだ。どう見てもロケットなんだが、ミサイルランチャーですよね。お、ガウリーが食らってる、珍しい。エルメキアフレイム行け、エルメキアフレイム。ダメージはあんまり変わらないな。ナイス回避。ラークが食らってますね。回避が微妙なんだよな。危ねえな。ナイス回避。とにかく敵の数を減らさないと結構危険な状態。まずはこいつからかな。ほとんどのやつがその場から動かずに魔法で攻撃してきますからね。痛い、リナも食らってる。まだ大丈夫でしょう。マークはリカバリーが届くんだったらガウリーを回復したいが、そういうわけでもないですね。自分を一回回復しとこうか。リカバリー、それからリナは黒魔法で攻撃。ブラストウェーブはちょうど敵もいないし、ゼラスブリッドだったら当てられる。こいつかな。聖なる癒しの園見てよ、母なる大地のその息吹、願わくば我が前に横たわりしこの者に今ひとたびの力を与えんこと。リカバリー、リカバリー、リカバリーの言い方が渋いね。ナイス回復。ガウリーをまた攻撃ん？ラークか。ラークはガウリーを回復するためにちょっと移動しましょうか。ガウリーは手近なやつをまた攻撃な。終わっただろう。かわせよ、ナイス回避。とにかく離れたところからどんどん攻撃打ってくるスタイルですよね。さあ、リナはゼラスブリッドで右のやつを攻撃できるのか。攻撃射程範囲外だな。2歩ぐらい前に進もう。ガウリーは一発で攻撃できる敵がいたらそいつに攻撃、いけ。ナイス。ガウリーの攻撃がほんと強いよね。また回復する前にどっか行っちゃったから。ラークはリカバリーで今度はリナを回復。リナはまたゼラスブリッドで攻撃しようかな。ダイナストブラスが射程範囲内だな。こいつをぶちかませ、リカバリー。言い方が渋い、声が渋いんだよな。ダイナストブラス、ナイス。こいつは倒しただろう。オッケー、どんどん消していってるぞ。ラークはまた移動してガウリーの回復に向かいましょう。お、移動してきた、珍しい。回避してましたね。ガウリーは攻撃、この上側のやつ、行動が早い方から先に倒す。それからリナはここからだったらまたゼラスブリッドで攻撃できるんじゃないか。微妙に届かない、仕方がない。これは仕方がないからちょっと移動しましょう。左のやつを倒しに行こうかな。ラークはここからリカバリーで回復は届かない、残念。仕方ないな。ラークはここで待機。ガウリーは攻撃せずに移動してステータスアップアイテムを集めに行こうかな。こっちね、まずはこれゲット。リナはガウリーに当てないようにゼラスブリッドでこいつを攻撃、かわせ。ナイス回避。ガウリーはまた移動な。こいつをゲットしましょう。ゼラスブリッド当たった。こいつは倒したね。
さようなら。ガーディアンたちは弱いよな。さあリカバリーでガウリーを回復して、ガウリーをまた移動。届くか。リカバリー。範囲外に移動しても回復は届くみたいですね。ヒナは一応右側に移動しといて、ダークも移動。あとはガウリーの攻撃で肩がつくでしょう。こいつを叩け。さようならか。オッケー、終わったぜ。ガーディアンたちは楽勝だよな。結局この塔も外れか。最上階にあるのはオーブだけっぽいね。外れて当たりがあるんですか。塔を封印するからには何かの理由があるはずでしょ。全部で6つあるうちの4つ目だけど、何の手がかりもないのよ。そう考えるとどれかに何かありそうなもんだけど。6つ全部回って初めてわかるタイプかな。リナさんってお宝のためなら労力を惜しみませんね。また余計なこと言う。おいリナ、ちょっと聞きたいんだが。どうしたガオリ。何。いや、あそこから見える湖は一体なんだ。湖ってなんだ。ほんとね。でもそれがどうしたのよ。あんまりよく覚えてないんだが、他の塔からも見えたような気がする。6つの塔から湖が全て見えるってこと。湖に何かあるってことなのか。ガウリーさんが覚えてるんですから、よほどのことじゃないんですか。窓の外なんていちいち気にしてなかったから分かんないわよ。6つの塔の配置が何かあるわけだな。この扉の奥は何があるんです。封印のオーブって魔力のかけらも感じないオーブが一つだけ。たったそれだけのためにあのガーディアンと戦ってるんですか。そうなんですよね。礼金ももらえるからな。だから塔を全部調べて封印の理由を突き止めれば金貨1万枚になるって言ってるじゃない。まあそんなことより中に入りましょう。中は多分オーブだよね。あれが封印のオーブですか。そういうこと。あれを取って下に降りましょう。封印のオーブゲットな。6つの封印のオーブを全部どかしてしまったら何かが起きるんじゃないのかな。レイナードシティに戻りましょうか。ゼルとアメリアと合流しないとね。そうだな。レイナードシティに何か用があるんですか。アメリアとゼルガディスが他の塔の場所を調べてるのよ。ラークはこの後どうするんだろう。そうなんですか。じゃあ僕レイナードシティまでは一緒についていきます。ゼルガディスさんとアメリアさんに会うだけですけど。了解だ、一緒に行こう。そう、それじゃレイナードシティに戻りましょう。よし、これで4つ目の塔は調べ終わりましたね。じゃあ次はレイナードシティだからどうしようかな。一回ミルンハイムに戻った方がいいのか。北部山脈西から行ったら遠回りだろうから、一旦ミルンハイムに立ち寄りましょうか。ミルンハイムに着きましたよ。一回泊まりたいよね。またナーガが出るんじゃないでしょうね。もう来てほしくないな。え、ナーガさんもいるんですか。会いたいな、ナーガさんに。バカなこと言ってんじゃないわよ。あんたナーガと戦いたいわけ。今は揉めてますから。どういうことですか。確かにそうなる。ああ、わかった。リナさん、またナーガさんに裏切られましたね。いつもひどい目に遭わせるからそういうことになるんですよ。余計なことを言ってるんだけど的を得てますね。うるさいわね。さあ、まずは宿に泊まりに行きましょう。表通りの周りに宿屋あったよね、ここ。どうもこんばんは。じゃあ朝まで寝ましょっか。あ、お腹がカラカラだわ。一回先に食べ物食べましょう。パッとやろうぜ。どうもいただきます。さあお腹いっぱい食べるわよ。おお、任せとけ。こういう時ってものすごく息が合ってますよね。ほんと余計なこと言うな。じゃあ一晩休みましょうか。朝まで。
それじゃあ中央街道西からレイナードシティに向かっていきましょうかね。ふう、ここまで来ればレイナードシティはもうすぐね。そんなこと言ったらまたナーガが出そうだぞ。何を言ってるんですか、まだ半分ですよ。へ、そうなの。ミルンハイムからレイナードシティまでは結構ありますから。このままだと夕方から夜になりますよ。了解了解。まあそんなこと関係なく突き進みましょう、レイナードシティへ。夜になっちゃったな。リナさん、待ち合わせてる場所はどこなんですか。この町の南通りの宿屋よ。親切ですね。親切設計、ゲームが親切設計だわ。忘れてたもんね、私どこの宿屋か。おいリナ、飯食いに行こうぜ。お腹減ったんだな、ごめんよ。よし、じゃあ宿屋行きましょう。ゼロと合流な。ラークじゃないか。突然セリフが入った。ゼルガディスは宿屋の前で待ってたのか。あ、ゼルガディスさん、アメリアさん、お久しぶりです。リナさんに会ったら皆さんがいるって聞いたもので。そうか。で、塔の方はどうだったんだ。何もなかったよな。今までと同じ、何もなかったわ。あんたの方は。面白いことが分かったが、詳しいことは中で話そう。なんだろう、面白いこと。何なの、面白いことって。ベルナレス・クナップハウザーという魔導士を知ってるか。全く聞いたことない新しい名前が出てきた。ベルナレス・クナップハウザー、噛みそうだわ。ベルナレス、聞いたことないわね。ですよね。そのベルナレスってのは250年前の魔導士なんだが、そいつが書いた本に6つの塔はこの国にあるレグニア湖を中心として同じ距離にあると書かれていた。それがガウリーがさっき見た湖か。じゃあベルナレスが塔を封印した魔導士の名前。どうも違いそうだが。その可能性はある。だが面白いのは別のことなんだ。実は塔について書かれていた本が禁止文書になっているのさ。正確に言えば魔導士ベルナレスが書いた本すべてだから。これは絶対に何かありますよね。アメリアの王族特権が効いたかな。禁止文書なんか普通には読めないでしょうから。禁止文書？なんだその禁止文書って。早い話が見てはいけない本のことですよ。なんだそれだけのことか。要は子供は見ちゃダメとかいう本と一緒だろ。それはエロいやつな。ガウリー、俺たちが調べていたのは田舎の小さい国とはいえ城の中の資料室だぜ。国レベルの禁止文書が何を意味するか分かっているのか。分かってるわけないでしょう、ガウリーが。何か意味があるのか。その本の存在自体が国の存亡に関わる可能性があるってことです。じゃあ塔を封印した理由がこの国と関係があるってこと。かなり大事になってきましたね、突然。それがわからないんだ。禁止文書すべて見たわけじゃないが何も書かれていない。キメラの研究に関することももちろん塔を封印した理由もな。文書には残してないけど、ベルナレスってやつが250年前に何かをしたってことなのかな。それが書かれてるのは本当に見せられないものってわけね。資料室にも置いてないってことかな。さあな。どっちにしろ調べていけばとんでもないものに出くわす可能性があるってことだ。ベルナレス・クナップハウザーか。よく覚えたなこの名前。確実に忘れそう、特にクナップハウザーの方ね。ベルナレス・クナップハウザーってどこかで聞いたような気がするんですけど。さすがエルフ。どこで聞いたのよ。もしかしてベルナレスはエルフなのか。どこだったっけ。思い出すんだ、ラーク。それはともかくとして最後の塔の場所なんだが。塔の場所まで分かったのか。レグニア湖から塔までの距離が同じなのを考えると中央街道の南側しかありません。なるほど、こん
同じ距離に配置されてる塔の場所を考えていけば、なんとなくもう一つの場所がわかるって道理ね。中央街道の南側か。ラーク、思い出すまでついてくるのよ。いいわね。なぜなぜか連行されることになった。そんな僕ゼルガディスさんとアメリアさんに会いに来ただけなのに。嫌なの？ついてきます。この辺がラークらしいな。よろしい。アメリアとゼルが仲間になりましたよね。さあお腹も空いてることだし、まずはご飯食べて。あ、ご飯食べらんないわ、深夜なんだな。とりあえず朝まで休みましょうか。じゃあがっつりご飯も食べましょう。じゃあ次に向かうのはレイナード東の塔ですよね。まずはレイナードの頭部へ行きましょう。5つ目の塔だよな。アメリアが木に登って見つけたってやつ。アメリア、塔ってのはどの辺にあるのよ。って、あれ？アメリアは？どうせ木に登ってるんでしょ。おーい、リナさん！遠くから聞こえますね、声が。あのね、別に木の上に登らなくてもレビテーションとかレイウィングとかいろいろ使える呪文があるでしょうが。確かにこれまで気づかなかったけど、空に浮く魔法ありますね。トーン！痛い。そしてまた地面に顔を打ちつけるんだよな。トーンは見つかったのか。もちろんです。あそこに見える森の奥です。森の奥。じゃあ塔のある場所に向かいましょうか。ここかな。なるほど、確かに塔があるわね。あるわね。もうおとりにはなりませんよ、ラーク。トラウマだ。分かってるわよ、そんなこと。それより何か思い出した？ベルナレス・クナップハウザーのことですよね。それが誰に聞いたかも覚えてないんですよね。聞き覚えがあるけど誰かわからない時ってありますよね。そいつって人間なのか？私もそれが気になってる。エルフな気がするんだよな。どういう意味だ？ラークってエルフだろ？そいつが人間だったらなんで名前を知ってるんだ？それもそうですね。うわ、思い出した！そうそう、ベルナレス・クナップハウザーって言ったら人間の魔導士じゃないですか。人間なんだな。どうしていきなり殴るんです？今の下りからわけわからんこと言い出すからだよね。っていうか人間の魔導士ってことは分かってるから。もうベルナレスが魔導士だってのはとっくに分かってるのよ。ラークが思い出したのはそれじゃないんだろうな。人間の魔導士だったなんてオチは許さんぞ。違いますよ。そんなことを言えばリナさんにひどい目に遭わされることぐらい分かってます。また余計なことを言うこいつは。じゃあきっちり説明してもらいましょうか。聞きたいね。この近くのアモルファスってところにエルフの里があったんですけど、そこで暮らしていた人間の魔導士がベルナレスって名前でした。そういえばアモルファスのそばに昔エルフの里があったって話どこかで聞きました。ベルナレスって少なくとも250年前の人間でしょ。なんでそんなこと知ってるのよ。エルフにとって何か有名な人ってことなのかな。僕たちにとってはそんなに大昔のことじゃないですよ。なるほど、エルフは人間よりもかなり長寿なんだよな。ベルナレスって人はエルフたちが教えた魔法に関する知識や技術を応用していろんなことをしたそうです。結構エルフの間では知られてますよ。こういう話を聞くとやっぱりこの世界では種族間の交流はあんまりないんだなって痛感しますよね。その話が本当ならそんな奴の書いた本がどうして禁止文書になるんだ。人間側には都合が悪いってこと。それは人間の世界のことですから。わかんないことが増えただけじゃない。とはいえエルフと面識のあるエルフの魔法の知識や技術を持った魔導士だったってことは分かりましたよね。だからこんなガーディアンとかキメラとか精通してたのかもしれないな。さあ塔を調べましょう。塔に行きますよ。アミュレットを使って封印を解きましょう。オープン。
さあまた塔の中。これが塔の中ですか。すごい。アメリアは初めて来るんだったかな。何がすごいんだ。だってこれオリハルコンじゃないですか。アメリアもそれに気づくんだな。確かにそういう意味ではすごいんだけど、このオリハルコンをいくつか持って帰るだけでもめちゃくちゃ資産価値がありそうなんだよね。どの塔も同じだな。この最初の分かれ道は、この分かれ道を間違えるとどうなるんですか。行き止まりになるだけさ。さあ今回どっちから行こうかな。そうだねどっちでもいいんだよな。とりあえず右から行きます。適当に行ったら当たるんだよね。さあどんどん奥行きましょう。階段があれば正解ってことだ。ガーディアンも出ないし、おっと何これ、下り階段、めっちゃ珍しいですね。登らないぞ。そして奥に扉が見えますよ。扉を越えたらまた今度は上り階段か。新しい作りだな。この階段は上のフロアに行くんですよね。だから何、僕何か悪いこと言いました世間話しただけなのにな。あんたエルフなんだから、分かれ道とか扉とか階段とか見れば分かることじゃなくて、もうちょっと気の利いたことを言いなさいよひどいな。気の利いたことって何ですか。いろいろあるじゃない。壁の後ろに金貨が隠されてるとか、床に敷いてる石の間に金貨が挟まってるとか、天井をひっぺがしたら金貨があるとか金貨のことばっかり。エルフのことを何だと思ってるんだ、リナは。金貨ばっかりじゃないですか。僕だったらせめて首飾りとか宝石とか金の像とかブレスレットとか言いますよ。そんなことは何でもいいからお宝見つけて言えひどい、ほんとひどいわリナ。さあまた扉がありますよ。ガーディアンが全然出てこないな。一つ目の広間、うわーすごい、塔の中にこんな部屋があるなんて。来ましたねガーディアン。感心するのは後にしろ。来るわよ行くわよ。ってことで行きましょう。こっちの味方の人数が増えてるから楽勝っぽいんだけどな。とりあえずそばのやつからダイナストブラスで攻撃しましょう。ラークはね微妙なんだよな。攻撃魔法で敵倒せないからね。ガウリーは攻撃。というかこの部屋に入るときに、部屋の中に炸裂系の攻撃魔法を一発ぶちかまして入れば、ほとんどの敵を倒してから中に入れるんじゃないかと思うのは私だけか。よし、ヘルブラストでこいつに攻撃な。ゼルガディスは何に行きましょう。ラティルトあたりだったら敵倒せるかね。右側のやつから倒そうかな、こいつ。ダイナストブラス、よし、こいつは倒した。一撃だ。ヘルブラスト、アメリアのヘルブラストの威力はどう。ダメージ小さいナイス回避、ラークナイス回避だ。リナもナイス回避ね。まだ攻撃してくるな。ゼルの魔法はまだか。めっちゃ撃ってくる。アメリアがダメージ食らってるぞ。キュー、気絶しやがった役に立たねえ。おっと、ゼルが魔法を中断された可能性がある。仕方ない、ガウリーが攻撃でこの左側のやつを倒しに行くぞ。よし、一体撃破。リナもダメージ食らってんな。敵の数も結構多いね。気絶してんじゃないもう一発食らいましたね。リナは一回回復してやらないとまずそうだぞ。さあここでラークのリカバリーの出番。リナを回復。リナはここからそうだな、味方を巻き込んでしまわないようにゼラスブリッドでこいつに攻撃な。リカバリー、言い方がかっこいいなぜリカバリーだけ声が渋いのか。さあゼルガディスはここから、今度はそうね、またラティルトをこの右側のやつにぶちかましましょう。ガウリーは前にいてる緑色のやつを攻撃に行きましょうか。どりゃ、こいつは倒したかな。ナイスガウリー。
らない。直接攻撃に来たぞ意外だ。ラークは一旦リカバリーで回復。アメリアかゼルか。ゼルかな。凍れる森の奥深く、荒ぶる者を滑る王。行けよゼラスブリッド。滅びを誘う汝の牙で、我らが道を塞ぎし者に、我と汝が力もて、滅びと報いを与えんこと。ゼラスブリッド。いった、一発だ。こいつは倒したでしょう。オッケー、一撃。ナイス回避だ、リナ。そろそろゼルに組んだぞ。リカバリー入りましたね。これでゼルも回復。あとはアメリアかな。ラティルト。いった、ラティルト。これも一撃で倒せるでしょう。オッケー、ナイス。危ねえな。ガウリー、ナイス回避ね。ガウリーの後ろ側にステータスアップアイテムが出てますね。あいつを先に取らせようかな。ラークは一旦待機、いや回復かな。アメリアを回復しておきましょう。リカバリーでアメリアを回復。リカバリー、ナイス回復。アメリア目が覚めるか。覚めませんねリナはここからまたゼラスブリッドで今度はこいつを攻撃。ガウリーは手前のステータスアップを先に取りに行きたい。ここかな。一列左側だったんだね。オッケー、ゼルガディスは、そうだな、ラティルトだったら敵は一撃で倒せることは分かったから、こいつにラティルト行きましょう。ラークは待機。ガウリーは上にあるここのステータスアップも取りに行くぞ。ゼラスブリッド。こいつも倒したな。これだけ数が減ってきたらもうあとは大丈夫でしょう。リナがダメージ食らってるラークっていう回復要員がいますからね、平気だな。ラティルト、いけラティルト。この緑色も倒しただろう。オッケーだ。危ねえな。あとは適当に数減らして、ガウリーがステータスアップを取って終わりってところかな。まずはこのオレンジから倒しましょうかね。一撃。リナはゼラスブリッド、また一発いきますか。おっと、届かないかな。ちょっと前に上がりますか。リナ二マスぐらい前に上がれば攻撃範囲内でしょう。ここからゼラスブリッドで右側のやつを攻撃。ゼルはその場で待機でいいかな。アメリア復活してるけど待機でいいよ。みんな待機でいいわガウリーは移動して手前の方のステータスアップを集めに行きましょう。行けゼラスブリッド。ゼラスブリッド。右上のやつも終わりだな。あと1体だけ。ナイス回避、リナ。あとはガウリーがステータスアップを集めて回って終わりって感じか。まずはこの下のやつ、いや届かないな。緑色から先取ろうか。あとは全員待機ね。じゃああとはガウリーが攻撃して終了かな。さようなら。終わったぜ。1つ目のガーディアン戦は楽勝でしたね。リナさん、どうしてもお宝が欲しいんだったらこの部屋の壁をひっぺがして持って帰ったらどうです私もそれ思った。バカ、それを言うな。もちろんラーク持ってくれるのよね言われると思ったな。え、僕ですか。当たり前でしょうが、こういうことは言い出しっぺが持つって決まってんのよ。すいません、嘘です。取り消してください俺も前に同じことを言ったんだ。でもここって中には何にもないんですね。そう、そこがわからないのよ。なぜ何もない塔を封印する必要があったのか。まだ上があるんだろ。まあどんどん上行きましょうか。次はどうしようかな。左曲がってみましょうか。また階段探してまっすぐ進んでいくだけですよね。探してっていうか、多分一本道だよね。また階段どんどん登っていきましょう。階段ではガーディアン出てこない感じですからね。今回はセリフイベントもなしかな。どんどん上のフロアに向かっていってる感じですね。かなり上まで登ってきてるぞ。
最上階が近いのか。さあ上の階やってきた。多分下と同じ中心部よ。準備はいい？どうせそんなに敵はいないだろ。大丈夫だ。この向こう側に行ったらまたガーディアンたちと戦って、その先が塔の最上階って感じかな。5つ目の塔結構奥までやってきましたが、今回はこの辺にしておきましょうか。次回はこの5つ目の塔の途中から進めていきたいと思います。塔の調査も折り返し地点までやってきましたが、今のところまだ何もわからない状態というか、ベルナレスのことが分かってどんどん謎が深まっていくばっかりですね。6つの塔すべてを調査し終わった時に、この塔が封印された理由が一体どんなものだったのかはっきりわかるんでしょうか。この先が楽しみですね。じゃあ次回はこの扉の奥へ向かって、またガーディアンとの戦いからやっていきたいと思います。全然アリシアが出てこないから、そろそろ一回アリシアと戦いたいよね。じゃあ今回はこの辺で。この動画をここまで見てくださった方はチャンネル登録と高評価ボタンを押していってください。また皆様からのコメントが励みになります。ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。